海吹山城は、泉南宮城里にあった、日本の城。三好実球像、妙国寺倉海吹山古墳は、京気が回帰したとの伝承がある久米田寺ののすすぐ隣に、位置する。そのことより海吹山古墳には、久米田寺との縁が深い立花処刑の墓ではないかという、古くからの伝承があり、処刑塚とも呼ばれる。永禄4年から翌永禄5年に行われた、米田の戦いで、 三好十九の陣所となる。この戦いでは、高谷城を追われた畠山高生が再起を起して、下校先のキーから三好勢を攻め、この戦いで十九は戦死する。海吹山という地名は人外を吹いたことが由来ではないかと伝承がある。また、三好十九、元塚ため方、伊高畠山高生とあったり、三好十九川より組めた山に、越し 立花諸景郷の五郎を城郭に構え、一か年ほど、居住の吉雲々とあり怪武器山古墳に、実球が尋常を築いたと伝えられていた。平成4年から平成7年に、岸和田市教育委員会と立命館大学が、共同で、発掘調査をした。それによると、港焼き、羽釜編などの中世遺物が出土し、それに伴う城郭跡である横堀以降が発掘され、 海武山古墳が神情として築かれたことが実証された。前方公園墳も敷津海武山古墳は全長約130メートル、最長部は標高44メートル、飛行8メートルで前方が北西に向けている前方公園墳である。この城は南東に熊野街道があり、約500メートルの地点に位置する。木の国のつながる熊野街道を抑え、また、 約3キロメートル西には、岸和田城があり、小詰めとする最適な場所となる。海武器山古墳の公園部は三段構成となっており、最上段が主角と考えられている。海武器山古墳の傾斜面の裾の近くに断面が V 字をした溝が4箇所検出され、これが主角部分を防備する横堀と考えられている。横堀が断築の 前方部は横堀と土塁の組み合わせで防御していたことが報告されており、後援部も同様の不審であったと考えられている。前方部は作兵されており、尋常に伴う作兵士クルワとして活用していたと考えられるが、追記以前に阿弥陀堂が立っていたと右転称があり、追記前にもすでに作兵されていた可能性がある。また、 主角部分と前方部は堀切りで分断されている。公園部の周囲には土橋で区切られた堀が回っている。土橋と堀は古墳時代からの形状であったと考えられるが上角の防御ラインとしても使用されていた。しかし土橋部分の防御施設や土橋から主角までの動線については現状では不明である。発掘調査は部分的なトレンチ調査だけとなっており、 上格の全容を明らかにするまでには至っていない。ありがとうございます。